指先と連連第8話一歩を見ていきたいと思います。付き合っちゃった、付き合っちゃったのよ。手なんか繋いちゃったりしてさね。そしてね、まあ、あのシンさんに紹介をするっていうところで終わってんだ。次回予告見た感じだとね、まあ実際にこうなんか彼女っつって紹介をするんだけれども、どうなるかしらね。であと個人的にこうやっぱりユキがこうバイトをね始めるためにこういろいろ探すっていう、あそこはなんかとてもね見よ、もう見よ。じゃあ早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますのでフォローお待ちしております。よろしくお願いします。さあどうなるかな。はい、それでは ABEMATV で再生していきます。3、2、1スタート。ちょっとずれるんだよ。どうなるかな。でもね、ね、いいよな。いいよなしか言えてないな今のところ。だっていいんだもん。つおみになりたい。なんかいつおみになりたい。いやいつおみになりたい。本編開始。
お工場そうね。かわいい。友達って言うんだよな。パン屋さんだ。オープニングのパン屋さんじゃないか。朝のパン食べたいな。
惚れたか、ここか。惚れたな。飾ってあったやん、これ。部屋に飾ってあった。わあ、すげえ、光がさすやん。
同じくらいだ。まあ言えねえよな。まあ言えねえよ。絶対楽しいことやん。いいな。いやでも今回はさ、もう完全にシンさんの話やん。しんどすぎる。きちいよな。いやだってね、だっていやしょうがないや。最初からもう自分のことじゃなくてさ、他の人のことを好きな女の子のことを好きになってしまったわけでしょ。何回も告白して何回も断られてるんだよねとはいえど、でもさ自分からはさ、なんかやっぱね、きちいよな、そうなるじゃん。で告られてさ付き合うってなるけどさ、それでもやっぱりエマのことが気になってさ、まあでも帰りたくはないよな。次回帰りたくないよな。いや、マジで。いや、さすがに真の回だろ。真さん、辛すぎる。きちい。これは真さん、きちいよ。いや、ねえ、そしてもうだって、エマにもさ、言えんかったじゃん。いつおみと、ゆきが付き合った。言えねえよな。高校の頃からずっと好きだったろ。言えない。新さん、つらい。きつい。でも次回、なんかキャンっていうかグランピング的なあれなんかな。楽しそうで、サブ隊からだってもう帰りたくないで、もう楽しいが溢れてる会じゃった。楽しみだね。いやよかった、終わり。もしこの動画よかったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますのでフォローお待ちしておりますが、概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらもチェックもぜひ。ということで、指先と連連第8話一歩をでした。ありがとうございました。さらに。